誕生寺は千葉県鴨川市小湊にある日蓮州の大本山。三号は小湊山。日蓮の誕生を記念して出身地に混流された。1276年10月、日蓮の弟子の比家が日蓮の聖火後に高校山日蓮誕生寺として混流。しかし1498年の明王地震、1703年の元禄地震と二度の大地震、 大津波により、現在地に移転された。現在、聖火と伝承地は、沖合の海中にある。その後、26代美港が、水戸光国の外郷を得て7動画欄を再興し、小港山誕生寺と解消したが、1758年に、二王門を残して消失し、1842年に49代目、千が現存する、祖志堂を再建した。近代に入り、 大正天皇の病気兵衛の病所が混流された。その後、昭和から平成にかけて、50万人皇を発願して、書道を復興。1992年5月に、落景法要が行われた。2001年10月には、誕生時の先行と、磯風が香り風景百選に選定されている。江戸時代の富士伏派近世のため幕名により、 天台宗に改修するところだったが、身延山が日蓮誕生地の由緒でもらい受け一本山に格下げ、昭和21年大本山に復帰。現住は84世石川 B の地寛樹。塩寺方園。山内には幼少期の日蓮像、祖師堂など日蓮に関わる施設が目立つ。このほか、誕生堂、首老堂、大田堂などがある。 二陰体内文書生身の日蓮像と、岩満の体戦9 9 1年、祖師堂の日蓮像を修理するため解体したところ、体内から四大微生筆の古文書と薬草が発見された。古文書には、生身の祖師の名と、終祖誕生の時とところが記されていた。日蓮が母を蘇生させた伝説から、東山の日蓮像は、蘇生願い満の祖師と呼ばれる。 この岩盤マンの素子のお使いとして、鯛が使われており、山内では、鯛のお守り、岩盤マンの鯛が売られている。また、日蓮胸の太に限らず、周辺地域では鯛を食べることを嫌う人が多い。なお、岩盤マンの鯛は近所にある清澄寺の五角の五角マスと共に、有名な縁起物となっている。六世、日東、七世紀、明る、八世紀、京、九世米、 10世、日蔵、11世、肘。12世、ひい。13世、日に賑やか。14世、日樹。JR 東日本外房線安房小港駅から車で5分日練習では、昭和16年に本末を解体したため、現在は、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。